いらっしゃいませ。さあ、今日は小魚ね、小魚美味しいしらす干しちりめんがお買い得ですよ。さあ、いらっしゃいませ。好きなものなんですかね。なんか特に何も考えずその時食べたいものを買ってます。シラスを買いました。あとこれからまた見ます。主人が好きなのでそのままご飯とかだと思います。結構うちは魚中心なんですよね。食べてるの毎日あのシラスは食べてるんですよ。ちょうどね、だからあの朝大根おろしに入れて毎日。シラス干し残りわずかとなっております。主人と私とあの息子たちも食べて、毎朝シラスは食べて、あとわかめかな、わかめも食べて、あとね干物が好きなんですよ。あの茨城産のシラスに関わらず、すべて茨城産を置いてある魚はもう本当にもう放射能検査は何十回って検査してるんですよ。それで全くその規定値以下っていうのもほとんど出てませんので、安心して食べられるってことは第一ですね、はい、それプラス本当に今の時期のコウナゴ、これ新物なんですけど、今からコウナゴシラスってなるわけですけども、本当美味しいんで、ぜひ茨城の魚を食べてみてください。おいしさ満載茨城県フェア開催中のイオンモールつくば店にご来店いただき誠にありがとうございます。今日は茨城県フェアということでお越しいただきまして本当にありがとうございます。東日本大震災から丸3年が経過いたしました。茨城県の農産物海産物風評被害で大変な思いをしましたけれども、地元の方に茨城県の農作物、そして特に今回は海産物ですね、そういうものの良さを知っていただいて、地産地消ということでたくさん美味しいもの、栄養のあるものを召し上がりいただきたいということで企画させていただきました。茨城の水産業を皆さんで支えていただけたら大変ありがたいと思っております。売り場の方ではですね、このシールを貼られた商品が、お魚売り場にたくさん並んでいると思います。茨城で、取れましたお魚の、目印でございます。ぜひとも、これからも茨城の魚をお願いしたいなというふうに思います。一人目の抽選を行いたいと思います。何番が出るでしょうか。はい、失礼いたします。あ、出ましたね。58番、いらっしゃいました。あ、どうぞ前の方へお越しください。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、出ばっちり出ばっちり。